私の検討っていうのはすごいリアリティがあるんで本当に検討してるかしてないか前ねここのね補選の時の、特番で都知事選、ね、検討してますって言って本気で検討してた。もう新党立ち上げるっていうような選択肢なんかもあるんですか。言っていますよね。よく聞きますね。もう毎日出てるんじゃないですか、そういう人も。なんで皆さんそんなに新党立ち上げさせたいんですかね。え、それは面白いからさあ始まりました選挙 .com チャンネル。 MC を務めますのは株式会社開花代表スピーチライターの千葉香織です。本日も前安芸高田市長の石丸伸二さん、そして産経新聞デジタル報道部の水内茂之さん、はい、そして JX 通信社代表の米重克弘さんをお招きしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速参りましょう。今回お送りするテーマはこちらです。石丸さんから。はい、石丸伸二の今後の進路どうしましょうか。どうしましょうこれ。どうしましょうってもうすごい愚問来ましたけど。どうしたらいいですか。すごすぎます。西江さん、もうご自身で考えてくださいって話なんですよ。いや、相当考えていらっしゃると思いますけど、はい、今のところ決まっている。決めてないです。いないんです、はい、でいろんな方にそれでも聞かれてしまうので、なんて答えようかなっていう。本当に白紙なんですね。白紙の状態です。もう今日はですね、もうそんな石丸さんにたくさんの選択肢があるだろうというところで、私たちがいろいろ解説をしていくというような、はいそうですね、チャンネルになっておりますので、まずこちらをご覧いただきましょう。一つ目、タレントどうでしょうというところです。なるほど。実際にね、サンジャポでも杉村太蔵さんはね、石丸人気ってとこう与野党を通じて危機感を持っていると。ただ知事選終わって1週間経って一番危機を持っているのは私だと思っているところでこれね僕見てましたけれどもわりかし真剣な顔ですよね。昔杉村さんをね取材したことあるんですよ、はい、なんか、はい、ああいう真剣な顔をするときはわりかし真面目だと思ガチで太蔵さんが思っているかもしれない、あのポジショニングをね取られるんではないかと。いや私もね思ってたんですよ。なので今回の結果出た後もとにかくメディアに引っ張りだこだろうなと思ってたんで、どうですかこのタレントという選択肢。いや自分には難しいなって思いますし、この前のサンジャポで改めて思いました。難しかったです。どうしてそう感じました。いやー難しいですね、テレビというものは。で何より自分がそれを楽しみきれないかなっていう感じがしました。なんかこう、はい、ここは自分がいる場所じゃないんじゃないかなっていうのがずっと頭をよぎってるんですよ。でもなんかのびのび話されてた印象はありますけど、いやーでもそれだったら選挙カー乗って演説してる時の方が生き生きしてると思いますね。自由さがないという感じなんでしょうか。どういう感覚にお近いですか。自由さがない、そうですね、番組にもよるのかもしれないんですが、何かこう求められてるものがすごく具体的というか、何かこう、それこそ自分というか虚像を求められてる気がして、それを見せ続けるってしんどいなっていう、疲れるなっていう感想。その設定を演じるみたいなのがちょっと辛い、はい、そうですね。例えばここのコメントはこういうふうに言ってくれるだろうみたいな期待があって振られるんですけども、はい、はい、なんかそれに応えないといけないなって思うのがちょっと精神的に疲れるなっていう、嫌っていう感じじゃないですけど疲れるなという感想です。そもそもタレント活動をされて今後また新しい挑戦に生かすっていうのもね、一つ選択肢としてはありそうだなと率直には思っちゃいますけれども、ね、いろんな経験を積んだ方がいいかなっていうのはその通りで、それでね深夜番組に出てみたりもしたんですが、そうですよね、あれびっくりしました、あれそのものがまた賛否 をね呼んでしまう、分かってて分かっててやってた、うん、はい、ただ、ね、何事も経験かなと思って、やっぱり食わず嫌いってよくない。そりゃそうですよね。ぶっちゃけもう事務所から声かかったりとかしないんですか。ああ聞きたい。いやちょっとあるんです。ああやっぱそういうこと考える人いますよね、はい、絶対、はい、そうですよね、それはもう検討してますか。今検討してないですね、はい、私の検討っていうのはすごいリアリティがあるんで本当に検討してるかしてないか前ねここのね補選の時の特番で都知事選のね、検討してますって言って本気で検討してた。あの時ね、あんな宝が眠ってるとはって感じでしたよ。そうですね。すみません。私もすぐそこにいたのに、もう一切真に受けてなかったんで、もうこのセンスのちょっとなさに。いやいやいや、なので、私が検討するって言った時には、脈あり。なるほど。そういうふうに検討してないですね、今。なるほど。なるほど。さて、続いてはこちらになります。
いきなりもう選挙の話ですけれども、早ければ今年の衆議院議員選挙はどうですかと。出ましたね。なんといってもね、開票の時はね、広島一区っていうワードが出ましたよ、ね。これね、広島一区って出たでしょ。自民党のそこそこの人、そこそこの人とだけしか言わないようにしておきますけども、そこそこの人が本当に出るんですかと聞いてきたことがありましたよ。なんか、まあながち冗談じゃないだろうって受け取る気持ちもあるようですけれども、どうなんですかね。もちろん冗談ではないです。可能性がちゃんとあると考えて、話をしました。ただ広島一区というのは分かりやすさで挙げた例でしかないですね、うん、別に京都の3区、立憲の泉さんのところ、大阪の17区、いい、ね、石野和和さんいいですね、でもいいし、まあ今はもうご自身否定されてますけど、蓮舫さんが国政に戻るっていう時にはそこに自分も行くとか、なるほど、っていうのは当然可能性としてはありますね。蓮舫さんね、東京26区出るんじゃないかって言われていて、そしたら東京26区は蓮舫さんと石丸さんと松原仁さんみたいな、そんな感じで、これもすごい戦いかも。とんでもないことになりました。とんでもない。ちょっと見に行ってみたい。見に行ってみたいですよね。はい、うん。っていうのは、今、日本国民の関心をもっともっと政治に寄せていきたいっていう自分からすると、当然全部がテーブルにある選択肢っていうことなんですね、うん、ただどれをやるっていう意思は今のところ全くないので、うん、はい、ただあくまで可能性を示しただけです、うん、ちょっとマニアック的なこと聞いていいですか。なんか石破さんは市長だったんで、はい、二元代表制じゃないですか、はい、で衆議院選挙は議員内閣制になって、はい、こう例えば議会と首長が対立するものと、もう仲間がトップだっていう議員内閣制って、また趣もちょっと違うと思うんですけど、はい、ご自身だとどちらがやりやすいですか。あ、私はやっぱり首長の方が向いてるんじゃないかなと自分では思っています。なるほど。それはワンオブゼムのある意味議員の中だとなかなか自分の存在感とか発信が難しいとか、なんかそういうことですか。まさにそうですね。あくまでも多数決でマジョリティにならないと、まあ、意味がないというのは言い過ぎですけど、うんうん、はい、自分がやりたいことができない。で、その時に自分たちがやりたいことなんですね。うん、ってなったら、自分の身をそこにわざわざ置こうっていうふうにはあんまり思わないですね。うんうん、まあ、やっぱり首長とその地方議員とかっていう関係性で言っても、やっぱり1対多なので、うん、やっぱり首長の発信力は確かに強いですよね。うんうん、その辺は国会議員一人一人とやっぱり議してみても同じような構造ありそうですよね。うんうん、これ可能性をもっと深掘ってみるという点においてだと、まあ、広島行くってなるとやっぱり勝つってなるとやっぱり資金もすごく必要だと思いますし、まあ、新党を立ち上げるっていうような選択肢なんかもあるんですよね。よく聞きますね。もう毎日出てるんじゃないですか、そういう質問。なんで皆さんそんなに新党立ち上げさせたいんですかね。え、それは面白いからです。やっぱりそうですか。そうですね。ワクワクする感じですよね。はい、うん。選挙詳しい方はね。そうですね。もう私はもう石丸新党の得票を予測するっていうので動画一本撮りたい気持ちがあります。そのあたりは、率直にどうですか、はい、今のその現象が楽しくてしょうがないです。こうはなってるとこは。本人が全く動いてないんですよ。はい、本当に動いてない。腰すら浮かせてないのに勝手に盛り上がってる、最高じゃないですか。究極の政治のエンタメが今起きてるわけですよね。なるほど。なるほど。やったーっていうその状態。本当に腰浮いてないですか。一一万人。なんだよ、ごめんなさい。そう、新党立ち上げ、あ、いや、いざ持ってやるみたいな。お前の話なのよ。だめだ。花火でも見てるような感じで。そう、もうなんか紙一枚リニアモーターカーぐらい浮いてんじゃないかな。そんなことはないんです。浮いてないですね。全然立ち上がるそうじゃないですね。ええさ、あれ、おっちゃん頑張れみたいな。なるほど。なんかこれもね、僕から言うと、石破さんが国レベルでやりたいことをするならば、こうやれる、こう、それが一番最適じゃないかと思うのと、うん、もう一つ現実的に規制政党への飽きみたいなやつがね、うん、今こう、いっぱいにはびこっている中で、で、石破さんが立ち上げるって言ったら、多分候補者もいっぱいこう、わーっと集まってきて、各選挙区に、まあ、資金面はちょっと別ですけど、立てるっていうことぐらいはできるのかなっていう客観的なふうには思うんですけどもね、どうですかね。あ、そうだと思います。可否で言えば可だと思いますね。できる、できないで言えばできる。で、できる状態なので、その現実味を感じて、皆さんがこう期待をされたり、いろいろこう言われてるわけですね。それが自分にとっては最高に嬉しい。なるほど。これだけ政治に興味関心が向かうってなかなかなかったと思うんですね。で、新党立ち上げなんて、まあそうそう起きない話
ですので、で、今のところその意思はないんですけども、これから既存の政党がどう動くかによって、また意思は決定していきたいと。なるほど。要は、全部オワコンになってるっていうのが私の評価で、終わったまんまだとするならば、新しいコンテンツを提供したいなっていう思いです。ただ、ね、改心して生まれ変わってくれるならば、生まれ変わってほしいなっていう、その思いもあるんです。なので、今そのね、みんなが盛り上がってるのも含めて、見守ってるという状態です。なるほど。なるほど。なんかちなみにその、もし国政に例えばじゃあ出られると、可能性はあるっていう話ですけど、その時は何が一番テーマですか？やっぱり引き続きあの3つの公約、テーマになってくるんですか？政治再建。まあ、あの3つはそうですね、基本の時間軸で分けただけなので、まあ多少言葉はもしかしたら変えるかもしれないんですが、短期、中期、長期の考え方は、やっぱり国政でもいると思います。ただ、国はもっとカバレッジが広いので、外交とか複雑な話もありますし、そういう意味では、同じようにはいかないかもしれないですね。そうすると、なんか、今までと、ちょっとこう、もしかしたら似たようなフレームワークの話になっちゃうかもしれないんですけど、例えば、こう、石破さんが石丸さんについて、どう見ても保守だとかおっしゃってたじゃないですか。あの辺のところも多分、こう、みんな知りたいんじゃないかなと思うんですよね。つまり憲法を例えば改正すべきか、すべきでないか、とか外交安全保障に対するスタンスどうなのか、中国をどう見ているのかとかもね、聞いてみたいですよね。その辺のお考えってあります？あの、もし自分が新党を立ち上げるとするならば、いいとこ取りで、綺麗に整える。いいとこ取り。はい。なんなら自民党で今一番みんな許せないのが裏金問題とか金の問題だとするならば、それだけ外して、あとは自民党のまんま行きますっていう。じゃあ日米同盟堅持しますとか、はい、集団的自衛権はやりますとか、まあこういうところは別に国民がそこにそんなにないんだと、はい、アゲンストの風がないんだ それだけで支持率高い自民党ができるわけですよ。期待感のある自民党を取った上でそれでやると。これまで支持してなかった人たちが、無党派の人たちが来られていく、はい。その自民党だったらありだよねって思える方結構いると思うんですよ。というか、あの、政策の意味では一番まともなので、これはもう私はっきり言うんですけど、現実味があるんですよ、自民党が。ただただその組織の体質が良くないと。その、な、金の問題もですし、中の派閥の争いとか、見てて、もう飽き飽きするわけです。嫌気がさっさり。だとしたら、それを全部廃した自民党を作り直しますって言ったら、それだけで支持率上がるんじゃないですか。高いんじゃないですか。だから、あの、首相をね、なんか次の首相誰だっていうのを、自民党の中で繰り返したら結局ラッシュ開かないんです。じゃなくて、いや、同じものを作り直しますって言ったら、案外それが一番いい選択肢かもしれない。だからそこがあの総裁としてまたやれるんだったら入ってもいいけれども、そうはしないだろうなっていうその言葉につながるわけですね。なるほど。逆にちょっともう一歩あの脱線してその辺をお聞きしたいのが経済なんですよ、ね。はい。今って結構日本分岐点にあると思っていて、今円安、物価高でそれが富のこう流出みたいな感じでこう負のスパイラルになってると思う。はい、でそれはアベノミクスの要はせいではないかみたいなこう見方をするエコノミストとかも結構いると、で為替アナリストのご経験もあると思うので、このままいくと要はその円安によって物価が上がる、それを止めるために日銀が日本経済を犠牲にして利上げをするか、もしくはもう本当にあの円安物価高はとにかく許容するかっていう、なんか究極の二択みたいなもの、このまま走ると選ばされるんじゃないか、そういう見方もあると思うんですけど、なんか自民党の経済政策とかも本当にそのまま乗れる政策なんですかっていうのをちょっと聞きたいです。その意味では、はい、アベノミクスの功罪は財が今になってかなり効いてきてるな、効いてきてしまったなという評価をしてます。今の為替なんか象徴的ですけども、その時に、まあ今もすでに総裁も変わって軌道修正始めてますが、それがもっと自由に動けるような、まあ、政府との関係性なんでしょうか。それこそ、あの、アベノミクス一番最初に、黒田総裁が、あの、政府との関係をね、巻き直したところから始まってるので、その意味ではそれをまたこう逆戻しにするような、それは いるんじゃないかなと思います。ああ、アコードを直せってことですか？おっしゃるとおりです。はい。日銀の中立性をもっと大事にするっていう意味で。で、日銀は短期的な景気の変動の責任まで負う必要ないと思ってます、私は。はい。それはもちろん、金融政策は、あの、景気の波を鳴らすためにはあるんですけども、その責任まで負わせ出したら、身動き取れなくなってますよね。で、結果今、身動き取れないうちに、海外要因によって、円安がどんどん進んできて、
ね、で、時々為替介入で打ち返すけど、ね、残弾残りわずかみたいになってるわけじゃないですか。うんうん、これ残弾が突き始めるって思われた瞬間に、まずいんですよね、マーケット的には。通貨危機になりますよね。そうなんですよ。通貨安って防ぎきれないので、うんうん、その時に、早く手を打った方がいいなとは思います。うんうんうん、そうすると、その、打つ手って、やっぱり構想要因じゃないですか。はい。要はそう日本って貿易出資がもう真っ赤かに今なってきてて、うん、エネルギーも外から買うし、もう何もかも外から買わなきゃいけない。はい、でも外に売るものはない。だからまあ、例えば政府だったらその外に売るものを作るっていう多分一環だと思いますけど、半導体工場に巨額の支援をするとか、うん、まあそういうターゲティングポリシーみたいなのはあるじゃないですか。はい、だけど、まあその、なんか全体としてなんか本当にこれで足りてるのかなみたいなのかな。例えば原発の再稼働とか、そういうことも正式なテーマにここなると思うんですけど、うん、そのあたりを考えるとどうですか、ね、あ、まさにそうです。あの、これ都知事選の中でどっかの、うんメディアが聞いてきたんですけど、なぜか原発の話を。それ、都知事候補に聞く話かなと思ったんですが、あ、共同記者会見ですね、最初的に。はい。で、その時の質問の仕方が、いろいろ、例えば、代替エネルギーとかの話はあるんだけど、一旦置いといて原発の是非だけ聞きますっていうことだったんです。ああ、ありましたね。はい、なんかちょっと。で、あれ私、もう端的にイエスって言ったんですよ。再稼働に丸と。はい。あの、現実問題としてそれを やらないと、はい。あの経済が持たなくなってきてるっていう、うんうん、で当然そこにはリスクがあるんですよ、うんはい、ただそれも踏まえて考えていかないとあのいつか代替エネルギーがねあのクリーンなエネルギーがあったらいいなってそれは分かるんですけども、うんはい、今もう目の前に問題があるのでそれへの対処を急ぐべきだという考えであそこはイエスって言いました、うんうんうんまあ、それは一つはそのエネルギー収支をちゃんとこう正常にしていくことによって円安を止めるとか物価高を止めるとかっていう経済的な観点でってことですか。そうですね、うんはい、これだけもう一歩言うと岸田さんはちょっと今ね分配というのを重視しようっていうので、はい、少しこう軌道修正、はい、まさに今の政権やってると思うんですけども、自民党の中では、いや、成長だと、僕これ両輪だとは思うんですけども、分配ばっかり目立ちすぎるのは、あの、なんだって、もうやっぱり売るものがなければね、それはやっぱり分配もできないだろうって言って、そこだけもうちょっとこう、まあアベノミクス的なものかもしれないけど、戻そうという気持ちもややあるように思うんですけども、この流れってどう思います？岸田さん、そのまあ分配もそうですけども。あの分配というのが何を指してるのか、未だによくわからない、ピンとこないなっていうのが感想です。うん、あの成長戦略の言い換えなんだろうなとは思うんですけど、はい。ってなった時に何をやるのかがはっきりしない。先ほどあった通り日本がこれから経済、あの、競争力が弱っていく中において何で戦っていくのかというものをまず国が持っとかないと、民間もそれこそ原発の技術で売っていくのかですよ。でも国があの姿勢だとエネルギー政策の方針だと原発の技術を開発するなんてこうならないですよね。そうですね。その時に日本の技術はもう売れなくなるのかってなると、うん、抜かれていくばっかりなので、これだけは守るんだっていうものを国がちゃんと見せてあげる必要がいるんだろう。じゃないと分配が始まらないですね。そうですね、確かに。で、最初が分配するんだったら税金取るなっていう話になっちゃうんで。そうですよね。それありきで最初になっちゃったらね。はい。なので、この前の6月でしたっけ、すっごい薄いばらまき。ピクリとも受けなかったですね。ああ、定額減税。定額減税ですね。ね、なんか明細書くとか書かないとかそういうことじゃないんですよ。はい。それが本質的に意味があるのかないのかっていうのを、ちょっと国民を馬鹿にしてるんじゃないかなって思っちゃいました。確かにね、この明細見てね、なんか。一応書いてはありましたよね。下に本ちょっと書いてあります。定額減税って書いてありましたよね。返してはありましたね。だからまあそれが国民に対して、まあ今日あの、この後やる調査の部分でも出しますけれど、やっぱり不評っていうか、あんまりこう評判は良くないですよね。世論の受けは良くないということだと思いますね。石丸さんのスタンスを知りたくすぎて知りたすぎてずっと質問をしてしまったんですけれども、ね、いやいい質問ですね。もう一つちょっと政策的な質問をしてもいいですか。もちろんです。両門、これ経済政策につながる話だと思っていて、まあ最近あのいろいろそのまさに一夫多妻制みたいな話とかちょっとこう炎上しちゃってはいますけれど、その人口って経済の重要なパーツじゃないですか、はい、まあつまりその労働人口かける生産性がその国の経済力だと仮定したときに、その生産性急に上げるみたいな話なかなか難しいとしたら、労働人口をじゃあどうやってこう減らすのを抑えるかみたいな話になると思うんです。ここで日本であんまり議論されてないことって一つは移民があると思うんですよね。要は今から子供の産む数、出生数が増えたとしても、それがヒットするのは20年後とかなわけですよね。
だった時に移民を入れていくことによってそこを担保していこうという議論はあるようでない、うん、石丸さんのスタンスはどうですか。私はないという立場ですね。移民という政策は取れない、うん、実際移民の なんかこう使い方に言葉の使い方がまず大事だと思うんですけど、うんうんうん、例えば秋高田市とかは、技能実習生という、まあその是非はまたあるんですが、という形で、実質上の移民じゃないか、はい、供給力を補っているって面は確かにあります。ただ、それでもって、この日本の国力を維持するっていうのは、例えば人口ここから毎年60万人、70万人毎年減るんですね、うん。それだけの移民をこの国が受け入れられるわけがないと思います。あ、文化的に？文化的にです。もう社会としてですね。はい、うん。それはもう摩擦の方が目立ってしまって、うんうんうん、はい。社会の形が、質が悪化するんじゃないかというふうに思います。うん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 、はい。なるほど。そうするともう、あくまでやっぱりその、出生数を増やすっていう長期的なアプローチと、その効率的に生産的、生産性を上げていくっていう方向性。ここがやっぱり決まる。2番目の後者の方だけ、アグリーですね。なるほど。前者の、うん、出生、率を上げるっていうのは極めて難しい。まあその難しさを表現するために一夫多妻制っていう言葉を使ったんですけども、うん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 、あるいはマトリックスの世界みたいになんか機械で人をですね、生み出すかのような、うんうんうん、あそこまでいかないと、もう人類的に克服できないと私は思ってます。うんうん、できないっていう言葉の裏返しだったわけですよね、そうですね、それは。はい。ってなった時に大事なのは、人口が減っていくんだけども、崩れない社会にしていく。うんうん、これはめちゃくちゃ難しいんですけど、もうやるしかないので、早く急いだ方がいいのになって思います。うんうん、そうすると、結構その、まあ、ある意味少ない人口で、多い人口の時に作ったインフラとか、あるいは様々なものをこう、維持し、はい、できないじゃないですか。ってことは減らしていかないといけないし、もっと言えばその自治体とかって言っても、要は、いわゆる商業の例えば広域化するとか、うん、いろいろそういうこう、広いエリアでその特定のインフラを維持するみたいな考え方もあると思うんですけど、究極のところ、例えば道州制とかって議論がありましたよ。で、著書の中でもそういうのが書かれてたと思うんですけど、なんかこういうものを国政でやってみたいのってないんですか？道州制はまさに議論したらいいのかなって思います。日本は47都道府県それぞれに人がたくさん住んでたわけなんですけども、アメリカなんか見ると人の住んでないエリアって山ほどあるんですよ。砂漠とか。そうですね。っていうのを日本も、まあ、真似をするというか、うん、そういう効率化をしていかないと、おっしゃる通りで、インフラ運ぶのが全部重しになっていくんですよね。その意味で、もう諦めるところが出てくるっていうのは、もうこれは避けられない問題だと思います。いかにこれを、まあ時間はかかるんです。人がそこにいる限り。ただ、できる限りスムーズに、しかし急いでやっていく。これが今からの政治家の役割、仕事だと思います。あの市長時代もね、あの既存の施設をどうやって、まあ、統合再編なり廃止なりしていくかっていうずっとやられてきた日々でしたもんね、はい、あの時ですね。コンパクトシティというねカタカナだけ聞くとなんか良さそうに見えるんですけども、そこに人が住んでいる現実を考えるとめちゃくちゃ難しいんですよね、うんうん、その施策は、うん、事実上そのインフラを要は過疎地から撤退しますっていうのに近いですよね。そうなんですよ。ここもう更新しませんよ、なので長期的には引っ越してくださいっていうことなので、うんうんうん、これ他方でね、僕新潟の小千谷っていうところ出身で、あの3万ぐらいでまさに秋高田市と同じようなところなんですけど、あの石丸さんの本を読んでてちょっと安心したところがあった、はい、それは戻りたいという動機がやっぱり今日のために何かしたかったっていう郷土愛は結構ある方だと思うんですよ、はい、で僕もなんか将来地元のために何かしたいなと思うし、地元が地元であってほしいなっていう気持ちはあるんですよね。でこう全くもうあの空き家だけがぐさーっと並んでるようなところにはしたくないし、もしくはここをもう、あの、なんだろう、出てってくださいって言われるのも耐え難いんだと思うんですよ。もう感情で判断しちゃいけないとは思うんですけども、そう思う気持ちもあるとは思うんですよね。ここら辺のこう、まあ、統合再編した方がすごく、まあ、それは度合いがいいんだけれども、でもこういう素朴な気持ちに応えるっていう意味もあると思うんですけど、ここの二つどう思いますか？実に、相反する難しいテーマなんですよね、うん、でもそこに折り合いをつけないといけないというか、現実を受け止めないともうまずいなと思ってます。要は次の世代にそれを丸ごと渡したら大変な迷惑をかけるだけなので、うん、それは我々世代でちゃんと受け止めて解決しないといけない。何かというと、もう無理なんですよ、うん、現実的に。例えば秋高田市、人口密度が1キロ四方あたり50人いない、うん、中山間地、うん、もう過疎が止まらないた時に100年後に自治体として残すのはかなり難しいです。
でもそんな自治体が山ほどあるんですよ。この前消滅可能性自治体という言葉がありました。700ぐらいありましたね。はい。で、あれは 50%、パーセンテージ、女性の数が減るのが5割以上なんですけど、40代とか山ほどあるんだよ。ほとんど消える運命なんです。たときに、惜しみつつもなくなるんだけど、全部がなくならないという、そこを見出すしかないのかな。それが自分にとって秋田方市の中で、例えばお好み焼きで秋田方焼きっていうのも作ってみたのは、秋田方という名前がどこかにあれば、それはそのアイデンティティが消えることにはならないのかなっていう、事前の策がもうそこまで私は、思い詰めてます。なるほど。うん。うん、残ってほしいんですけど、叶わないとするならば切り替えるしかないじゃないですか。なるほど。うん、ただ人々がその思いを抱き続けたいっていう気持ちは痛いほどわかるんですけど、でもだとしたらこそです。余計に、ここはもう覚悟を決めないといけないのかなって感じます。うん、そのあたりまさにその国民的なある意味合意っていうか、もっと言い方を変えると覚悟がないと、現実的にはやっぱり前に進まないと思うんですよね。やっぱり利と情があった時に、やっぱ情が先に来る話だと思うんで、なんかそれを国政で、石丸さん。やっぱり米城さん出てほしいな、ね、いやいや、やってみようっていう気はあるのか。出てほしい、ね。まあ、ちょっとそういう選挙を見てみたいで、私は選挙マニア的な、ちょっと、ことを正直、裏、ようやく戻ってきましたけど、ちょっとそういう選挙マニア的欲で聞いちゃってるんですけど。なるほど、なるほど。このテーマが国政に実はそぐわないんですよ。そぐわない。なぜかというと、あと、要は国政でこの話を議論して解決していくことすると、議席を取らないといけないじゃないですか。そうですね。これを受け入れられるほど、残念ながら人類って進化できてないんですよね。うん、おっしゃる通り、もっと情に流されるんですよ。た時に、このテーマじゃ選挙勝てないんですよ。うん、なるほど。いけるとしたら首長レベルだと思います。なるほど。そういう話もしながら、でも、ものすごい何かこう、みんなが注目するアイコンであれば、通る可能性があると思うんですね。うん、ただこれは、多くなればなるほど、浸透しない。うん、あ、みんな、それは嫌だって、感情で拒絶してしまうので、だから国政のテーマなんですけど、国政では扱われないジレンマなのかなと思います。なるほど。そこはじゃあもうある意味諦めてるってことですかね。そうですね。うん、そこはもう自分の中で割り切るというか。なるほど、ね、そこに期待したって叶わないんだろうなと思います。選挙制度とかは変わらない限り。そうですね。なるほど。一票の格差とかもありますから、ね。はい。皆さんはどう考えますかというところで、言いたいことあるけど話を進めるために黙ってますから、進行があるんだ、とにかく聞きたいところだと思うんですけれども、はい、ここから衆議院議員選挙に出る可能性があるのかどうかというところをぜひ考えていただきましょう。続いてですね、こちらでございます来年夏の東京都議会議員選挙というところで、また選挙失礼しますけれども、いやいいですね。こちら藤川さんがおっしゃってるんですかね、はい、今回の石丸さんの選挙参謀ですね、彼がもし今新党を作るといえば都議選に出たい人が何百人も手を挙げてくると、石丸さんの票を無線にしていい選挙区に候補者を出せばかなりの得票を取り、現実に小池百合子さん脅威たらしめる勢力ができる可能性もある。やるとするならばこれが一番の近道、石丸新党がないとできないことだって。うん、うん、ねえ、なんか選挙プランナー楽しそうですね。いやもう現実ね、メディアにもたくさん出てる、私みたいなもう激しい選挙が好きな人にとってはもう非常に面白い話です。ご本人の前で大変失礼なんですけど、これ選挙的な話で言うと、やっぱり都議選に勝つっていうのはまた違う動きになってくるんですかね、米城さん。そうですね、うん、都議選はやっぱり中選挙区制なので、まあ、要は定数2から5とかある中で、うん、要はその中で議席を最大化するという、うん、まあ、言い方あれですけどゲームなんですよね、うん、でそうするとやっぱりその比較的政党ラベルというか、うん、政党のグループみたいなところに属していると、例えば自民党はこの地域で何票あるから、まあ、その何位以内に入れる、1人ない入れる、2人入れるみたいな、まあ、そういう計算で各党がこう立てていく。で中選挙区制のやっぱり、まあ、良くないところというか課題としては、結構その大きい政党グループがやっぱりその議席固定されやすいんですね。なので新規参入って結構ハードルが高いっていう部分は逆にあると思うんですけど、まあ、そこに石丸さんがこう挑まれるのかどうかっていうことですね、うん、はい。どうでしょうか、これ。私どういう立ち位置なんですかね。新党を作る党首なんですね。新党党首で出て、どっかの
選挙区にも出てみたいな。そうです、ね。都議会議員になるっていうことですか。一回都議会議員になる。その後首長かもしれない。例えば練馬区から出るとそんな感じですか。そうですね。練馬区。はい。非常に意味深なエコダハウスの選挙区。練馬。え、練馬住んでたんですか。あ、そうなんですか。遅延があるんです。はい、そうです。なるほど。東京に出てきて最初に住んだのが練馬なんですよ。あ、会社の寮があって、会社の寮出てからもやっぱり練馬に住んだっていうぐらい。あ、練馬愛もある。練馬 かなりあります。本当に居心地が良かった。これ、ちょっとトミーファーストの会の小島幹事長練馬ですよね。あ、そうですか。はい。ちょっとご覧になってたら。じゃあ、練馬しましょうか。いや、じゃあ練馬にします。すいません、私が誘い出したみたいな。今もう自分の信念を決めました。じゃあ練馬に。練馬に。都議選への出馬表明ですか、これ。石丸さん、どうですか、率直に。この選択肢に関しては。いや、今なんか練馬の道があるっていうふうに伺ったんで、その道を歩んでみようかな。危ぶむ流れ。これどう、行けば分かるさ。マジなのかどうなのか、どう受け止めたらいいのか、ちょっと分からない。でもはい。先ほどの話で、まあ、抽選挙区というシステムで、はい、うんうん、だとしたら面白い動き起きますよね。だって要は世論調査を見ても一番 有力な勢力は無党派支持政党なしそれはそう考えたら、あとは誰か出ませんかせーのって言って、うん、みんなでこうガサッて立ち上がる、うんうん、ね、掛け声だけでいいんだったら掛けます、うんうん、まあ、トミーファーストの会がまさにそういう。せーのっていうだけですけど。そうですよね。小池知事。せーのって一緒に立ち上がらないところですね。せーのって言って。よ、頑張れって言って。まあ、このまたね、動かずしてみんなが動いてくれるっていう、私的には一番楽しいですよ、ね。監督で演じるのはみんなだっていう。よっしゃ、行け、持ってやって。まあでもね、石丸さんが立たないとしても、まあそういうグループができて応援する可能性っていうのはある。はい。それこそ、石丸慎二がそこにいなくても、その意識を共有する人が新党を作ればいいじゃないですか。うん。なるほど。今度、無所属出ようと思うんだけどっていう無所属の会が、例えば、さっき話に出た、私の選挙戦、その戦術とかをやろうと思うんですっていう、そのキャッチフレーズで言ってみるとか、そしたらまたメディアも取り上げてくれると思うんですね。ね、あの戦術がどこまで効くのかみたいな。それだけでだいぶ追い風ですよね。なるほど。って考えると、無所属の人が今ものすごく立ちやすくなった状況だと思うので、はい。それは私としては非常に面白い展開です。なるほど。うん、その時にちょっと一つお聞きしたいのが、はい、仮に都議選にこうある意味石丸新党なのか石丸グループなのかこう立ち上がって選挙戦うとした時に、またこう多分政策という部分で、例えばその東京だったらまさにおっしゃってたように、その満員電車とか、まさにその都心部への人口集中によって不動産価格がすごい上がるとかっていう、まあある意味ローカルな課題があるんですよ。これはやっぱりその東京都議選とか都の選挙にあっても、やっぱ今回の知事選と同じようにそれをこう解消していこうと、東京から人をこうちょっと離していこうとか、リバランスしていこうというやっぱ政策で戦われるんですか。まあ、自分が出るわけじゃないので何とも言えないんですけどそれ出る人が考えたらいいんですね。なるほど。でもそもそもの話として、はい、自治体の議会の議員選挙でそこまで政策を出してどうするんだろうと思います、うんうん、さっきの話にあった通り自分の政策にならないんですよ。自分たちの政策ですし、何より首長に予算編成権があって、うん、執行権もないわけです、うん、その時にそれってあんまり実は大事なポイントじゃなくて、うんうん、はい、いかに自分が首長をちゃんと、うん、評価そして監視するかっていう、それが求められる機能なんですね、うんうん。だから実はそれ選挙のやり方として僕間違ってると思うんですよ。政策を掲げるんじゃなくて。だってどうせ言ってもできないでしょ。うん、まあ確かに議員ですからね、首長じゃないと。予算編成権は確かにないですよね。ないのに何を言ってるんだろうと思って。うん。うん。それ言うの勝手なんですけど、どうやってやるのっていう。現実味がないじゃないですか。なんでできないことをこの人たちって言ってるんだと思って。そこは二元代表制のそれぞれの役割の違いってことですよね、うん、はい、それは、ね。はい。じゃなくて、いかに都民の目となり耳となり、うん、首長を監視するか、そこをアピールすべきだと思うんですよね。うん、そういう意味で、首長党なんですっていう出方は、根本分かってないな、二元代表制を理解してない。うん、そんなやつ危なくて任せられないですよ、僕はしたら。本来的にはですよ。うん、のほうずに言ってることそのまんま認めちゃう。都合が悪くなったら逃げるの許しますって言ってるようなもんですから。うん、ね、選挙の時に応援してもらった恩があるので、悪いことしても見逃しますっていう宣言ですよ、すなわち。うん、
そう。それは、制作で合意を取らないのであれば、どんな人をこう巻き込んで一緒に戦いたいですか？例えば、これまでの政治家を一掃したいですっていう。どっちかというとスタンス、シンプルなビジョンとスタンスっていうこと。で、自分がどこにいるのかって言ったら、何党なのか、何党でもないのか、で、どんな政治を目指すのか、どんな社会を願うのかって、もっと心情ベースでいいと思います。で、それが任せられそうか、要は信じられるかどうかで選んでもらったら、いい議会になるんです、うん。もしくは自分のキャリアとかね。例えば予算の中身をチェックするときに、完全な門外観だとやっぱりできないですよ、うんうんうん。それこそ今までどこかの市役所に30年勤めましたっていう方なのか、うん、財務省でやってきたバリバリのキャリアなのか、とか、うんうんうん、っていう、それを見せてあげた方が富を選びやすいと思います。うんうん、まあ要は監視役として、経験とかスキルを持っている人が、同時にこうマインドとかスタンスも持って、そうです。求められるのは意思と能力なので、うん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 、それが議員としてふさわしいかどうか、を見せてあげた方がいいんじゃないかな。なるほど。だから分かりやすく言えばいいんですよ。あの首長与党で行こうと思いますって。それはまあ功罪あるので、メリットデメリット、うんうん。それを支持するかどうかはまた有権者が決めたらいいんですよね。だからはっきりそれを言えばいいんですよ。うんうん、でも私は本来の二元代表制を守るために、野党の立場で行こうと思います。うん、その方が嘘はないですよね、うんうん。与党にならないと政策通らないうんぬんっていうのは、それは勘違いですから。うん、あなたにその権限ないですって言って。うん、で、いや、その、提案したいって言うんだったら、別にそれ議員じゃなくても提案できますから。行政に出して。行政権もすれば。行政に出してできるんですから。これが三つ目の選択肢でしたというところです。最後もう一つ失礼いたします。来年夏の参議院議員選挙というところで、はい、もうね、来年夏っていうところもまた絶妙なタイミングかなと。いうふうに選挙クラスター的には見てしまうと。なるほど。そうですね。なんかちょうどいい準備期間があって、こう石丸さんがこう秋ぐらいからじわじわリニアモーター会ぐらいこう腰を上げ始めるんじゃないかっていう観測もあります。そう、本当に紙一枚分ぐらい。そうです。まあ、どうですか？選択肢としてはそれは可能性はあるんだと思うんですけど、それやって何をするのかがわからないですね、私たち。まあこれをね、話す的に、ただ受かりゃいいっていうわけでもまたないような気もね、なんかまあしますけれどもね。ただ他方で、逆にこう、自分がイニシアチブを取ってやるっていうもの以外にも、政党によっては、石丸さん来てほしいっていう人もいると思いますよ、なんか。ほう。いろいろ。ね、ここでもちょっとね、出てますけれども。まあ票にはなるかな、みたいな。そうですね。なんか、仲間で一緒にやってほしいとかいう人はいるのかもしれないですけれどもね。そういう声って今かかってないんですか？国政政党から石丸さんに対するラブコールってあるんですか？いや、ないです。ない。ないです。参院選出ませんか？ないです、ね。ないです、ね。まだ数日ですもんね。ちょっとまだ海のものとも山のものともみたいな見られ方をしてるかもしれない。そうだと思いますね。安易に近づけないっていう状態だと思います。でもそれこそ自分が望んでた、一種の均衡状態なんですね、うん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 。でもその緊張感は健全性なのかなと思うので、それでいいと思ってます。うんね、その国政をやるってなった時の話とやっぱりここは重複してくるんですかね。本当にこう成し遂げたいものっていうところ、うん、そうですね。参議院で例えば議席を取ってどんどん取っていったとして何をするんだろうっていう、まあそもそも参議院の役割問題なんですけども、うん、日本のねこれまでずっとほったらかしにされてる、うん、っていうのに行き着くのを考えたらあんまりここを目指すっていうのはないんじゃないかなと思います、ね。じゃあこれは結構可能性が低い選択。低いと思います。今日出た、今日出た話の中でも一番低い。手段に案が出てたしね。ちょっと愚問だと恐縮なんですが、うん、4つの中で、はい、ワクワクするのはワクワクするの、いや一番ワクワクするのはタレントですよね。本当ですか？さっき向いてないって自分で言ってたじゃん。いや私的には向いてないですよ。世の中的にはマジかってなるじゃないですか。出てほしいとこいっぱいあると思いますけどね。まあまあそうですよ。確かに、ね、ちょっとなんかねピボットとか出ていたりして、昨日杉村太蔵さんが出てて私めちゃくちゃ面白いなって見てたんですけど、為替アナリストとしてちょっと FX について語っていただくと。ああそうですね。為替アナリストとして。でも一番の望みは自分自身が必ずしも何かをしなくて動かなくても世の中が動いているっていう状態が一番自分的には楽しいです。
なるほど。今日この中に出てきてないですけど、今こういう風な形で選択肢をこう総覧すると、まあ衆院選どうかな、あるかな、都議選、うん、まあまあ参院選、うん、あんまりないかなみたいな感じだったと思うんですけど、やっぱ残るは首長選、うん、これは可能性ありますか？ありますね、うん、そしてやっぱり向いてるのは自分は首長なんじゃないかなって気はします、うん、もし首長選挙、じゃあ候補、どっか場所を探そうというか考えようという時に何が基準になるんですか？人口なのか、あるいはそのなんか遅延とか個人とのなんかつながりなのか、遅延という意味ではほぼどこもないんで、うんうん、まあ広島といえば広島ですけど、うんうんうん、いた期間って短い、人生の半分ぐらい、うんうんうん、なの考えたら別に東京、うん、とか関西もそれなりにいたんですよね、うん、なるほど、うんうん、あくまでやっぱりそういうその、まあその地域の、まあなんていうかインフラ、例えば全体最適にこうしていこうみたいな話の中で、そういうことをこう提案できるような、なんか大きい自治体とかだったら、ご自身も結構やってみたいことが活かせそう。そういう感じですか？それもありますし、全く逆もあります。うんうん、要は、もうどう考えても課題が山積してると。うんで、これまでの首長では、うん、これまでの政治手法では、拉致が開かないっていうところに、石丸伸二の使い道があるとも思います。うん、なるほど。そうすると、ちょっとなんかこれ絞っていくようで申し訳ないんですけど、広域自治体と基礎自治体あるじゃないですか。はい、例えば都道府県は、やはり未広域行政でインフラとかがこう中心にやっていくと。はい、で基礎自治体はまあ住民サービスなんで、まあ、シンプルに言うと高齢者と子供に対して何するか。うん、どっちっていうのはありますか？ないです。両方同じぐらいですね。はい。それはそれぞれに放置できない課題がある。そうです、うん。それぞれでできる仕事があるというふうに思うので、うん、はい。そう考えると、まあ、選挙スケジュール近い中で、候補を探すとなると、例えば横浜市長選挙とか。ああ。なんかよくなんか名前が出ますね。うん、そうですよね。みんな多分同じことに気づくと思うんですけど。あり得る。まあ、あるかなしかだったらあるんですか。なるほど、なるほど。ちなみにその理想的なタイミングってどれぐらいなのかお伺いしてみたくて、大きな野心を描くってなると、スピードを早くやっていった方が大きなものを描けるという考え方もありますし、じっくり準備をして何かしらこう意思決定をしていくっていう方法もあると思います。時間軸はどのように捉えていらっしゃいますか？4年以内ですね。4年以内、4年後にはもうまた都知事選が来ますよね。ほっといても、はい、で4年経っても私自身は45なので、年齢的にはまだまだ、はい、これから、うん、なるほどね。それぐらいの時間軸です。なるほど。4年以内って言葉はちょっと重いなっていう感じがね、うん、でも本当に4年間だとその間確かにタレント業とか必要になるかもしれない、ね、何やっててもいい立場なので、確かにどうしよう、来月から何をしてなくてもいいですし、うん、来月から選挙ドコムの MC とかになってくるあるかもしれないですね。あるのかな。さあ、いや、ありがとうございます。こんなにいろんな選択肢をぶつけてしまいまして恐縮だったんですけれども、そうですね、もう政治記者釘付けかもしれないです。いやー、そうですよね。でも面白かったですよね、まあ、正直言うと、まあ、いろいろ私の中でもちょっとイメージが湧いたので、うん、はい、随時選挙を見つけたら石丸さんに動画で公開でオファーしてみる。これどうですかって。そうですね。もうこれキャリア相談の会でしたよ。もうなんかそのうち石丸伸二そこにいなくても番組が盛り上がるんですよ。これ石丸伸二だったらどう反応するかなみたいな。この選挙どうですか、うん、この選挙どうですか。勝手に出会ったんですか。そうですね。で視聴者の皆さんも私も注目していきましょう。ということで今回はこちらで以上となります。高評価、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。選挙区だけに配信するバナー広告と YouTube 広告、よろしくお願いします。一二太郎です。よろしくお願いします。一二太郎です。なんだか最近の人ってスマホばかり見て全然受け取ってくんない。なんだこれ。スマホ世代の有権者に思いを伝えるならコネクタのバナー広告と YouTube 広告。コネクタのウェブ広告は政治家専用で1000件を超える実績があります。公職選挙法のチェックも万全ですので安全安心。
配信する地域が選べるので抜群のコストパフォーマンスで有権者に届きます。累計1000件以上政治家のネット広告を運用して違反ゼロ。政治家専門チームによるバナーの作成、動画の撮影や編集もお任せください。政治家専用のウェブ広告始めてみませんか？